象大学に来ています。これから測定でなんていうんですか、レースペースの走りの動きであったり、あとはフルスプリント何秒で最大出力がで走れるか、あとはなんですか、リバウンド、ジャンプ、バイクでどれだけ力を発揮できるかなど、さまざまな項目を取っていきたいと思います。頑張っていきます。準備の方はどうですか？バッチリで測定に向けて仕上げてきました。いい数値取れますかね今日は。ちょっと夏の数値を上回れるようにしっかり測定していこうかなと思います。夏に、測定したのはいつ頃ですか？8月ぐらいですね。はい、今冬季でちょっと距離とかを踏みつつ、やっぱスピードトレーニングとか減ってる中で、まあ、どういう数値の変化があったりとかも見たいですし、まあ、ちょっとそのトレーニングフィジカルのとこはトシさんと話して変えてきてるとこもあるんで、それでどう変わってるかみたいな感じですね。この黒い面から、はい、地上10ミリか5ミリか3ミリかちょっと忘れましたぐらいのところに1センチおきにセンサーが出てて、1メーターの中で100本走ってるって感じです。はい、なのでもう設置時間から細かいデータが取れるっていうことですね。まあ、これをどう使っていくかみたいな話ですけど、でもなんか個人で取ってみなきゃ分かんないこともすごい多くて、なんかデータ上とかあのトレーニング科学上はこうだよみたいなこと言われてるんですけど、当てはまること、当てはまらないこといるじゃないですか、はい、エンデュアランスも典型じゃないですか。そうですね、はい、BC リーグのサポート今やらせてもらってるんですけどトレーニングとこういうので測って、もう本人に合わせたレシピ作って、で一緒にずっと2年ぐらい取り組んで、2年目でドラフトにかかりました。すごい、やったっつって。それこそまさにデータサイエンス。いやなんかやっぱっぽいっすよね。はい、どんな感じですか？ドライド綺麗。リクトは今ここを通過して走り抜けたんですけど、もうこの数秒でストライドの差がほぼ1センチも誤差がないっていうデータがすごい瞬時に出ました。ピッチはまだ全然伸びる幅があると思います、はい、5近くまで多分伸ばせると思います、うん、この中あの最高速度付近で、はい、やっぱ5近く回せると、はい、相当速い、なるほど、ランナーになりますね。はい、今度はレースペースでのデータが取られます。でここで200のペース作るとちょっと左右差が出るかなっていうとこですね。そこまで大きく気にされる必要もないかなって気はしてます。でストライド、ステップに関しては綺麗に左右差ないですよ。あ、本当ですか？はい、3センチとか2センチとかです。2m12 とか2m15 とか、はい、なんで十分綺麗なステップだと思います。はい、ありがとうございます。はい、だから改善点がどこで行きますかっていうのはこれ見ながらコーチとの話になっていくっていうところですね。はい、スプリント力をつけたら勝手にこれがもっとシフトしていくのか、そうですね、っていうのを試していかないといけないですね。はい、その能力をまたこれと中で、はいはい、脚力ちょっと見て、はいはい、っていう感じでいきました。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。リック次何行くんだっけ？次ジャンプですかね。ジャンプ、はい、前と同じで、はい、できるだけ短い設置時間でより高くと、はい、っていうので10回を2本一応取ろうと思います。で、2個、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK、 いいですね。前、もうちょっと 3.5 ぐらいですね。トレーニングとしてこう日々の変動を出すみたいな感覚を取っていただくと、これいい日でその走りいい人、これいい日で走り悪い人みたいなとか、逆
まあ、そんなもパフォーマンスチェックには使えるんで、一応落ちてるまあまあ落ちてるんです。はい、でこの設置時間はかなり神経系の疲労度と相関があるので、もしかしたら菌がフレッシュな状態じゃないっていう可能性が大いにあります。爆発的筋力も相対的な筋力も両方、はい、同時進行的に上げていって問題ないバランスしてるかなっていうところですね今。最大が753、上がってる。あ、ちょい平均453、平均も上がってる。平均めっちゃ上がって、最後だってめっちゃ粘ったもん。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。あの今日外でやる種目と内側でやる種目、はい、両方やったんですけど、まあ、率直にまずどうでしたか。あ、でも前回とのその比較とかすごい楽しく見れて、なんか今後のトレーニングの方針とかも自分で整理できた。特にあのこの部分がすごく印象的だったなみたいなポイントはありましたか。そうですね、まあ、ちょっとまだ、走った方は前回との差とかがまだ見れてないので、その設置時間だったり、あとはそのストライド幅とかもどんな風に変わったとかちょっと後で確認したいですし、そこを見て、なんていうんですかね、いろいろなちょっと そうですね今後のトレーニングやっぱりあのデータで、はい、普段走ってみるとかなり客観的でこれの方がいいんじゃないみたいな感じのアドバイスになると思うんですけど、うん、やっぱデータで数字出てくると結構分かりやすいですか。選手的にはなんか自分の中でやっぱりその例えば、まあ、右の方がなんとなく進んでないなとかいう感覚があったりするんですけど、でもデータで見ると意外とその右と左の左右差がなかったりとか、あとでもなんでその感覚との数値の差があるのかなっていう時に、絶対にどこかしらの使い方が下手だからとか出てくると思うので、なんかそういうのちょっと考えるきっかけにはなるんで、すごい面白いです。じゃあこのデータを生かしてまた次も測るのかな、また測りに来るのかな、定期的に、はい、生かして自分の数値をチェックしながらやっていきましょう。はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。